オンサラバタターゲタハンナマンナナウケロミ」「炎上発起精霊集」「寛第五」「38」「大使福州の勘雑誌にアトうがための書1」「一種」「検討大使藤原の加納福州の勘雑誌に上陸をこ安がために雇ル書1」「一種」 かのう申す、鉱山単木なれども金獣、牢を告げずして陶器し、神水、物言わざれども漁業を生むことをはばからずして従い赴く。かのう申しあぐ、かの鉱山は単木として、不言、少しも招き呼ばざれども金獣はその鉱山の徳をしとうて、遠方より老くをいとわずして飛び来たり集まるものであり、 またかの真髄も神髄も不元にして招き呼ばざれども漁漁は深淵の徳をしたい生むことを知らずして自ら集まり来たるものであるが今そのごとく自分も大盗しとうて来盗せるものである。彼がゆえによく盛況探し式に架け橋して「水位の君」に行使。 南へ深きに船渡りして慶祖の帝に剣図かように大東の天使は高徳の聖天使に増しますが故に西方の偏僻の国の万族たちもその特化をしとうて剣祖の山路に帝氏観南神苦しながらも水位の君たる唐の天使に御月を奉り また南方の辺末の国たる公子国からも大海の波頭を渡って慶祖の聖天使に貢ぎを献上しているのであるまことにこれ明らかに観覧の身を滅ぼすことを知れどもしかれどもなお名を特化の遠く及ぶに忘れるものなりかように謙祖の山地を越えあるいは 大会の波頭を渡り来たることは艱難深苦ししかも時には我が命を失うことさえもあることはよく承知している。各承知しながらもその危険を冒して来たることは特化あまねく陶器にまで及びその広大なる特化を死闘うあまり事故の神妙の危険を忘れて死体来たるものである。 不しておもみれば大東の成長は僧路の一うするところ功をよろしゅう家とすべし名を後を継ぎ生定重ねて起こる旧夜を延遁し八甲を牢牢,牢す不して思うに大東の天使のいますところの都の土地は僧路季節に従って順序正しく平均して降りる良き土地であるが よき土地に都を置き天使の宮殿を御蔵へ遊ばされていることはめでたき極みでありそしてさらに賢明なる君主後を受け継ぎ代々聖天使重ねていでたまいもって宮殿を延んしたもうほどにまた八甲を朗朗したもうほどにその御聖徳をあまねこ及ぼしたもうていることは賢き極みである。 ここをもって我が日本国常に風雨の果樹なるを見て定んで死んぬ中国に聖いますことをかようなわけであろうか我が日本国は常に風雨は順で五風十雨時に従い天が太平であるこれ我が日本国の聖天使に基づけることは元よりであるが おそらくは中国においても聖天使いませられることによるならんと推定して知っていたのである巨林を僧霊にくぼめ高架を探知に積む宝来の宝を取り金額の玉を剣ず昔より今に至るまで相次いで耐えず各中国において聖天使いませことを知りたるがゆえに鉱山の大木を切り それをえぐりて舟とし我が天使の効果の見つかりを承り当の天使のいます探知に至高し蓬莱の宝や金額の玉のごとき珍しき宝物を献上せんとするものであるかように我が日本国より使いを遣わし宝物を封建することは昔より今に至るまで相続いて耐えざる次第である。 彼がゆえに今我が国主、先祖の遺亡を顧みて近帝の特化をしとう、謹んで大上官雄大弁承知、もとい、大上官雄大弁城三本兼業越前の国の大主藤原の阿尊カノーラを指して、使いにあてて国心別公等のものを奉献す。 かようなわけで我が国の天皇は先脳の残されたる剣討の謀りごとを受け継ぎ受け継ぎ保て党の近帝の特化をたたえて謹んでここに大上官雄大弁書、三本健康、越前の国の大主藤原の阿尊加納らを抜きん出て勅使にあてて国臣及び別皇等のものを 奉献セシムルに至ったのである。カノーラ、身を忘れて命を含み、死を犯して下にいる。すでに本害を辞して中途に及ぶ頃に、暴雨、法を穿ち、消風火事を折る。後派、漢に注ぎ、短衆、永永たり。カノーラは訓命を廃して、神明を誤釈せずに、死の危険を顧みて、 かくて本国の災害を離れておよそ皇帝の中途ごろとおぼしき時に至って暴風雨に襲われたのである。死のつく雨は穂に穴をうがちすさまじき台風は船の舵をへし折り土頭天に注ぐかと思われこの小さき船は。 あたかも木の葉のごとくに永遠として舞うのみであった「外風明日にあおげば肝を丹羅の老身に砕き北起夕べに発すれば魂を琉球の個性に失う」「魂を琉球の個性に失う」「南風朝に吹ききたればために船は 東北に流されて丹羅の島に着きはせぬかもし丹羅の島に着けばかの島のどう猛なる人々のために苦しめられるがと肝を砕くほどに心配しまた北風夕べに吹ききたればために船は南方に流されて琉球島に着きはせぬかもし琉球島に着けばかの島の乱暴な人々に苦しめられるが と肝を失うほどに心配したのであった。猛風に貧縮して僧を別行に待ち、携帯に賛美して卓を芸服にしむ、波に従うて承知し、風に任せて南北す。猛風に会えば船は転覆せぬかと、面をしかめてなす術を知らずにただ、 別校の餌食とならんことを待つのみでありまた後派襲来せばもはや何千世紀かと眉をしかめて芸服の肥やしとなったかと心痛世しほどであったかくて穂は折れ穂は破れ火事は折れているがゆえにただ波に従って消沈し風に任せて南北に漂白するのみであった。 ただ天水の壁色のみを見る兄三国の白部を見んや。波状に生成たること、自月猶予、水月ひとれて海名護を、苦が通し、空を飛ぶに翼抜け、水を泳ぐにひれそがれたらん。何ぞ例えとするに足らんや。大会の真っただ中にありて、ただ見るものは天と水の混色ばかりである。 だからどうしてや三国の白無さえも白、えー、白い霧さえも見ることができようか決してできないのであるかくて洋上に生成として風に任せて漂うこと二月有果日有夜日水月食月人疲れ果ててしまったけれども海は果てしなく続いて陸はまだまだ遠くであるらしい。 父として進まざる船に苛立だして空を飛んで早く行きたいけれども翼抜かれ水中を泳いで一刻も早く行きたいけれどもひれそがれたらしいこの苛立たしい気持ちはかようなたとえではどうしてその気持ちを表現することができようか決してできるものではないわずかに8月の初日にたちまちに雲鵬を見て 近越極まりなし、赤子の母を得たるに過ぎ、看病の雨に会えるに超えたり、8月初日に至りてわずかに運法を見て、たちまちに一同の喜ぶこと極まりなく、そのうれしさはあたかも赤子が失える母を得たるに過ぎ、また、看病の日照りの苗の凛を得て、 蘇生する以上のものもであったカノーラよろずたび死破を犯して再び政治と見るこれすなわち聖徳の致すところ我が力の要するところにあらずカノーラこの後悔を振り返ればよろずたびがほども死の危険を犯して今ここに再び無事に正実を見えたことはこれひとえに聖徳の力からしむるところであって 「我らが微力ではあたわざるところのものである」「また大東の日本に偶すること八滴雲のごとくに大手て広大に進歩し,し七重霧のごとくにこぞって議決に係争すというといえどもしかも我が国の使いにおいては主使曲げなして対するに昇格をもってす」 また大東の朝廷の人々が日本の使者を軍することはかの八滴の人々が雲のごとくに大勢集まって近中をしっぽしまたかの七重の人々が霧のごとくに大勢集まって朝廷においてけい係争するというけれどもそれとは非常に異なり我が国の使者には特別に丁寧に待遇せられもって貧客として大切にせられるのである。 間のあたり両岸に対して自ら乱輪を承る。花文、永長、すでに望みのほかに過ぎたり、かのささたる諸藩と兄同時にして、ロンズベケンや、かくて等の朝廷に施行せば、間のあたり、天眼を廃したて祭り、天使、御自ら直々に、乱、 乱音のごとき麗しきお声をもって主樹日本国のことなどについて直問あらせられ特別のご長愛を片付け能することは妨害の光栄である核のごとく主遇を保うところの日本国の使者とかのささたる諸蛮国の使者と兄同士で同日に論ぜられようや全く比較にならぬものである。 また、畜譜統計は、元簡素にその、要圧、人、素直なるときは、文系何ぞも治院。また、畜譜や同計のごとき、直所を所持せざることについて、不信を抱かれているようであるけれども、一体畜譜や同計のごとき、不計というものは、元来が、 監査を防がんがために設けられたものであまり芳しきことではないのでさようなものはむしろ持たぬ方がその死者の人格を尊重するゆえんであることに我が日本国の社会は順和でありまた国民は皆素直にして正しきがゆえに不敬などは持ちうる必要を認めないのであるゆえに今自分も不敬を所持していないのである。 この故に我が国純白なしよりこの方常にこう降臨をこととす剣ずるところの沈物、印象を用いずまたするところの詩人官儀あることなしその封を相次いで今に作ることなしかように我が日本国は太古よりこの方純朴にして隣国と信仰をこととしてきたのであり ずるところの神物には未だかって印象を用いたこととてもないしかるにもかかわらず使わずところの使者にして未だ一度も官儀をボンぜしことなしかようにしてこの美風から相次いで守りきたって今に至るまで失わず保っているのが我が国の風習である。 しかのみならず死後の人は必ず福心を選ぶ。自するに福心をもってす。何ぞさらに刑を持ちん。採石の通るところ東方に国あり、その人根直にして礼儀の教、君子の国というけだしこれがためか。その上さらに言うべきことは我が国の使者には必ず天使の謹慎を選びたもうものであり。 選ばれたるその謹慎はさらに自己の真価を選び持って死者真っ赤に任ずるものである。かように全て皆最も信頼すべき真価を選び認じているのであるがゆえにこの上さらに不敬などは用いなくとも十分信頼しうるのである。従って昔から不敬なくして既当国の朝廷に信頼せられていることは 儀国の古書にすでに記載されている通りであるその記載によれば東方に国ありその人根直にして礼儀正しく全くこれ君子の国であるとかように記されていることはけだしおそらくかような理由からではあるまいかしかるに今終始セムルに文章をもってしかの腹心を疑おう。 船の上を喧嘩して孔子を数え数おうこれすなわち李法令にかない自道理を得たり管理の同日にこれしかるべししかるに今修士たちは自分を責めるに国心の書なきことをもってし信頼すべき腹心の進化を疑い戦中を懸案し活能して上陸を許さず孔子の者も ののものを数え調ぶ「これ我が日本国の風習を知らざる終始の者たちとしてはその理論の上からは法,法令にかないその行為の上からは道理に合致し当然管理としては核なすべきではあろう」「しかりといえどもエンジンたちまちに至って道に触れて憂いをし害虫の憂いなお教悪に積もれり 特殊の味わいいまだ心幅にあかず卒然たる禁制主足置きどころなししかしながら私どもにしてみれば縁獄より来たり唐の法令を知らざるがゆえにその法令に触れて上陸を許されず喧嘩せられることは最も悲しきことであるそうでなくとも私どもは航海中に姿勢をさまよいしこと幾万旅。 未だその非州凶悪にまざまざと残り生きた心地もないほどである特化を慕って来島し未だその特化に抑せずしてたちまちに法令に触れ上陸を許されざることは何たることぞ全く手足の置きどころを知らず呆然自失するのみであるまた県中硫黄の日朝の使いの船は 直ちに要素について表頭の苦しみなし宗権の書士移動すること因偽なり左右死に任せて船のものを調べず今はすなわち字昔と異なり偶すること望みとおろそかなり定下の愚人ひそかに教魂を抱くまた特宗皇帝の建中以前の日中の 入朝の四川はまっすぐに陽州あるいは蘇州に到着し今回のような漂流の苦難には合わなかったのであるしかるにもかかわらず宗権の諸氏は人銀に慰めねぎらい日本の死者の思うままに自由にさせてくれ船内の検察などもしなかったのであっただのに今は全くそれに反して異なりてこの手たらくである。 偶することのあまりにもおろそかであり全く期待外れの愚し方であるよって下々の愚人たちはひそかに勝は驚きかつは恨んでいる始末である伏して願わくは東京を夏来るの恵みを垂れ隣をよくするの義を顧みてその就職を欲しいままにして常の風を怪しまざれ 不して願わくはかようなわけであるからどうか円人を和らげなつくるの陣形を垂れ隣国と信仰するの遊戯をこ腰下しもて疑いを説き我らが欲しいままにせる日本の風習これは我らにとりては当然の当たり前の風習なることを了承して怪しまざらんことを。 しからばすなわちけんけんたる白板流水とともんじて瞬間に嘲操し漁業たる万福規格をともんじてもって行実に隠霊せん各いたしなばすなわちけんけんたる小さき諸番国は流水が大海に注ぐそのごとくに皆一様に党の朝廷に起伏するであろうしまた四方の国々の人々は 漁業として唐の天使を仰ぎ復事すべくそれはあたかも企画が太陽に向かうそのごとくに死体処判を引率して三時集まることであろう風に従うの人は感心して曳走し生臭きを追うのありは心を喜ばしめて変ら足らん今常習の障害に耐えず OK、不戦慎んで申すまたさらに唐の聖天使の徳風に随順し心から満足して集い集まるであろうそれはあたかもアリが生臭きものを嗅ぎつけて心から喜んで並び連なるそのごとくに諸奔国の人々が心から喜んで兵らとして並び連なって起伏し来たることであろう 今硫黄の日東の死者の霊のごとく有田氏と願う心に絶えずして敬を奉る不戦慎んで申す以上変裸平裸じゃなく変裸かもしれませんねえー、と変裸として変裸として並び連なって起伏し来たることであろう次39 復州の観雑史に与えて日経する経一種。復州の観雑史に与えて入居を許されんことを請う経常文一種。日本国留学の審門空海申す。空海才能聞こえず原稿取りどころなし。ただ雪中に肘を枕とし雲法に草びらを食らうことをのみ知れり。 日本国留学の留学の社門たる空海申し上げ空海才能としては別段に人の耳に立つほどのこともなくまた権上の上においてもこれといって取りえのないものであるがしかしながら奮励努力においては神護に落ちざるように心がけ折衷に肘を枕とし精進の誠を表しまた運暴に閉じの。 よじ登り、閉じこもり、運亡に閉じこもり、素えをろうて、全館の修行にいそしむことについては人一倍に精進するものである。時、人にともしきにおうて、留学の末に交われり、限るに十年をもってし、尋ぬるに一情をもってす。人重く、人弱をして、宿屋に影を惜しむ。 こ,こ「10年」と振ってあるんですけど文字は「20年」って書いてあるので「限るに20年をもってし」の方がいいかもしれません。人人物とぼしきに放愚して領主を求めて入党せられんことを期し日当せ,せ,せんことを期しついに留学賞に加わることを得その年限は20年である。 党において自分が随ぐせんとするところのものは秘密一条である。それらを思えば任は重大であると言うべきであるに、しかるに自分の才能は取りえなきほどに凡庸のものである。よって自分は自分の凡庸を自覚するがゆえに宿夜に寸陰を惜しんで一刻といえども浪費せず、奮礼努力に志しているのである。 今死に従うて実刑することを許されざることを承る。利すべからく左右すべし、さらに求むるところな件かように婚姻を惜しみ寸分を惜しんでいる自分であるのにかかわらず、今大使一行と共に入教を許されず、と承り、驚愕ひとしおである。入教の虚不虚は、 観雑誌の随意であろうから理の上からは強いて入教を求めることはできないものであろうしかりといえども挙手とどまらず年、市我とならず何ぞ厚く国家のあつらいを二のおてむなしゅう矢のごとくなるの情を投げ打つことを縁やこのゆえにこのルタイを嘆いて早を敬に達せんことをさぼる 断りとしてはかるべきであろうから強いて入居を求むるにあらずしかれども婚姻はとどまらず歳月は移り変わり過ぎ去るものであるそれなのに自分は日本の国家より重大任務を受け担いもって来島せし者であるかかる事情なれば自分は矢のごとく過ぎ去る年月を虚なしくいたずらにここに とどまりいやつことは耐え忍びざる苦痛である。このゆえにこの地にむなしく流体することを嘆き悲しみ、もって一日も早く都に達せんことをむさぼるがごとくに恋願うものである。伏しておもん見れば中上閣下、徳天使に選ばれ、仁遠近に甘ねし、 老若袖を連ねて徳を称すること道に満ち男女手を携えて功をえずること耳に見てり他には食風を示しうちには振動を厚す。伏しておもん見れば中上閣下は最地有徳の死に増しまして天使に選ばれ人形遠近にあまねくしけるがゆえに老舗 袖を連ねて徳を召喚する者道に満ちあふれておりまた学科の功績を手を携えて讃える男女の声が私の耳にまで聞こえる。かくて閣下は外的には一般世間の人々の藩となりて徳風を示され内的には真実の道を求める仏法に厚く心を寄せられている。 伏して願わくは、かの愚道を顧みて、実刑することをえせしめよ。しからばすなわち、早く明徳を訪ねて、速やかに諸子を遂げん。伏して願わくは、自分のこの愚道の志をこしせられて、日教を許されんことを。しからばすなわち、早く入教して、名高き特捜を訪ね、もって我が志すところの本望を遂げるであろう。 今老眼の至りに絶えずあえて指定を怪我して付して不幸を先越す謹んで法刑異分謹んで申す定言二十年定言二十年十月日日本国学問の総空海申す中条閣下今空海個人の 老眼に絶えずして、あえて票を立て奉り、閣下の主張を怪我して伏して深く僭越する次第である。謹んで包茎異分す、謹んで計上す。提言二十年十月の日、日本国の学問僧空海申す中将閣下。四十。 越州の節度詩に与えて内下の教書を求むる計一種。越州の節度詩に書面を送りて内外の継承を乞い求むる計一種。日本国愚法の聖門空海申す。空海聞く、法の物たるや妙なり、京の衆たるや通し、これに大うは、 霊を抜けて観にかけりこれを失う者は天より極にいる斎都の選抜小屋の実月なるものなり日本国愚法の嵯門空海申す空海各危機及んでいるすなわち法そのものの本体というものは言語をもって解き尽くすことあたわざるものでそれは妙と言うべきであり また言語の上に解き表,表されたるものが教であるがその教そのものの本種たるものはまことに人々にして当主と言うべきであるそしてその凶暴に遭いそれを体得すれば生司の汚泥を抜け出て天井の涅槃に悟りいることができもしこれを失いなば かって天から地獄にるるのであるこの故に王教はこれ人々をして救い三害生児の大会を渡し彼岸に至らしむるところの選抜船いかだにもたとうべきであるまたもし法なき主条それは常夜における日月のそのごとくに一向にさめ照らさぬもので 永遠に迷える凡夫であるということをここをもって儒道家将は強風を貧菓子に仰ぎ農人無垢は法雨を西に注ぐそれらの法教を体得して抜き入れし者は信仰においては孔子と老子の二世にしてこの二世によりて盛んに儒教老教の強風を仰ぎ敷かれたのであり またインドにおいては釈迦ニ釈迦如来をはじめとし結末孤児などによりて盛んに仏教の放火の雨を降らしたもうたのである五条これによって正しきことを得三罪これをもって老善たり各儒教老教の二教儒老二教起こりたるがゆえに 五条の道、ここに初めて正しきを得、人臨の道、全くきを得たのであり、また仏教によりて加減身に渡りて、因果応報の利行え、因果応報の理行われることを、牢然とはっきりと聞き出されたるが故に、霊界の道、ここに全くきを得たのである。 力ずんば猛虎ともんじて穴に沈み金獣ともとんじて湧くことなからんもし三教が好奇せざるとせばすなわちブッダが因果応報の断りを解き出さざれば一切如来一切主情はあたかも猛虎のそのごとくに道理に暗くして悪行を行事 悪言を行事、算図の信仰、深い穴に落ちて苦を受けつつあるであろうし、また功労が五条などの人林の道、礼、徳の道を解き起こさざれば、人々は皆人たるの道を踏み行わず、あたかも近従と異ならない状態であ,あるかもしれぬのである。後世席を改むるにいとまわらず、知った林宝を脱死する。 けだしこれがためか孔子が席の温まることなきほどに諸国を巡られたということはこれ天下の民の利を図り害を除かんがためではなかったのかまた知った大使が天輪王となるべきその位を捨て去りて出家したもうたということも筆胸は一切主生の苦を救わんがためではなかったか。 まさにその通りであるこれすなわち大河大人万世を提督するの用心大学大勇三害を飼育するの行合なりされば大河大人たちは万民を等しく回育することをもってその用心となすものであり大学大勇の世尊は三害の一切主張を小野がこのごとくに 事大事肥の心をもって養育することをその行号とせられているものである。しかりといえどもあるいはこうあるいはそう時の変なりたちまちに起こりたちまちにすたる実に人によれり時いたり人かのう時は道不急にこうむ,らしむ人と時と矛盾する時は今日すなわちちに落つ。 しかしながら凶暴が非常に進展して起こる時があり「退営して廃ることあるは」はそれは時勢の変化によるものである。だから法と時とをうまく調和させ「相応せしむる時は法はたちまちにして起こるものであり」「また反対に法と時とを調和せしめず」「相応せしめなかったならばこの法はたちまちに滴るものである」 そしてこの法と時との相応調和を図るものそれはその道の甲府の任にあるところの人そのものにあるのであるもしまた公直到来し加うるに愚道の人よく時の変化を見極めその法をして時流とうまく調和させ相応せしめて説くならばその法は天下一般に極まりなくこうむらしめ 非常に逆ゆることとなりまたその反対に時期到来せずしかも愚痘の人犠牲を見ず義理と相をせしめず矛盾ならしむるとせば矛盾ならしむるとせば、その方は地に落ち捨てられ全く慕ってしまうのである歯に貸し雲にのりしの先人は火時は水なしかば どうすなわち隠る白馬白蔵の後入水案にかないしかば今日すなわち行わるるがごときに至っては脅迫流速人を待ち時を待つ死なにおいてはかのガウ常運の,もの前たる がう常運の前たる大昔においては人,人と時といまだ相応すべき域に達していなかったのであるがゆえに法は未だ世に現れざりしが魔ー法ンの二層によりて仏教をもたらせしより桔教愛応じて法起こり栄えまたインドにおいても仏世尊が御出世遊ばされており ここに気気境よく相通じ、あたかも乳水の自然に明合するが如くに盛んに流行するに至ったのである。この事実を見てもいかに法卿というものの荒廃・流速は人を待ち時を待ち時期相応ということにかかっているかが察知できるのである。伏 <laughs> して帰り見れば我が日本国は 義家初めて御世誌天、家保歩まざる地なり。伏して帰り見るに我が大日本国は非初めて譲るところの国であり、かの太陽と京保世し家保すらも未だ一歩も因するあたわざるほどに、縁国なのである。時計は忠時、まさに浮かばんとしてあたわざるところの海なり、 三国はすなわち親王ゆ官と欲して至らざるところの額なり各日本と大東とは遠く離れているがゆえに孔子も来朝鮮として果たさずまた親王も来朝鮮と企連れども果たさざるところである南岳大寺の御神初めていたり陽光の王神沙を動かして船破る。 かの南岳へ自然寺存命中に日本国に渡らんとの志ありしも果たさずついにその後進聖徳太子に生まれ変わらせたもうて宿世の本会を果たしたまいしほどでありまたかの鑑真和尚和国に都来に際しては暴風に遭い観南深空の末やっと来朝することをえしほどに唐土と日本国とは万里の波頭を隔て その往来、非常に困難でありかつ縁国なのである。海に横たわる芸剛山のごとくにそばだって船を飲む。劇種のよくおそうにあらず。管に注ぐ芸派、丘のごとくに崩れてそこを裂く。庫を何ぞ買って住むことを縁。さらに航海の危険にして容易ならざる様を明かすならば。 海中に横たわれるクジラやオオスッポンがあたかも山のごとくにそば立ち襲い来たり船をも飲み込まんの体であり魔除けの劇種もかかる迎合に対しては何の効力もなくよく圧迫しあたわざるところでありまた天に注ぐかと思われるほどの大波が 丘のごとくに山のごとくに船に崩れかかりあたかもそこを咲き砕くかと思われ生きた心地とてもなきほどの難所なれば金庫がごときもどうして住みえようやおそらくいまだかって一度も住みえたことはないであろう風速やかなるときは白石砕け風ゆるきときは石は動かず 風激して暴風ともなれば、お柱もお礼く砕け。また、風静かにして無風状態となれば、大船は父として進まず、帰ってまた困るありさまである。実居月初、明日に欲し、夕べに欲し、品菓子を望み、西を望めば、壁落、波に交われり。航海中は来る日も来る日も、 明日に太陽を排し夕べに月を眺むるのみにて東を見西を見ても陸地とてはなくただ亡幕たる海原にしてはるか彼方の水平線上に青空と波と一如に続けるを見るのみである。海にいる時はただ魚別の遊楽を見て実月ここに極まんぬ。 山に登る時は虎衆遠航の愛犬を聞いて干渉押し移るいわゆる万死の悩みこのこをこれにあたれりともかくに我が大日本国より大東長安の都へ行くためには海上の航海に際しては日々ただ漁別の遊泳するを見て虚しく長 長い悲月を費やしまた上陸して陸上の旅に際しては毎日毎日強行する苦しき旅であり遠郷の愛嬌を聞いて虚しく長い悲月を費やさねばならぬのである古君に万死一生を顧みずと言える語があるが その必死を越せる行動その行動にこそこの旅行はよく該当すと言うべきであるこのゆえに紅葉はばかってこれをし信じ上級制して通せずかようなわけで大東と日本とははるかに隔たりその旅行困難を極むるがゆえに かの交友の白のごときもこれを糸いはばかって来朝せずまたかの老子も清牛に乗じて西へ赴き日本へは来朝し、ね、知えなかったのである石質身堅く培養を聞くこと稀なるは道の探しきなるがいたすところなり大東における碑石名天またインドにおける培養の 王天等が我が日本国にあまり伝わらざるは常述のごとく日本と大東とは旅帝遠く隔たりかつ危険大きがゆえである昔は天皇皇帝国神のカエルによって教論立党を寄せ遅れりしかれどもなお三蔵のうち連絡する者最も多し 事の同族西に臨んで腹渡を断つのみ昔側転皇帝側転皇后は我が遣唐使が帰国に際して共立論の三蔵を託し遅らせたもうたのであったしかしながらなお三蔵のうちには未伝の者の多くその方面に深く 関心を有する同族の人々は西の方大東の空に望んで腹渡をたたるほどに悲しんでいるありさまである空海伊町に生まれて直水に長ゼり、木はすなわち土書学はすなわち大盆私空海は豊橋原の国たる日本国に生まれ日本国の中でも特に小さく最も 直水,直水にもひしき式,式、狭き、さ狭き讃岐方において調ぜるものでありその器量はといえば図書にも等式しきほどに小器でありまたその学問はといえばそれはあたかも大盆にも等式しきほどに式典の狭くつまらぬものである。 しかりといえども一に酷するのを悲しみ日々に新たに情を降るの嘆きいよいよ熱し情術のごとく器量は小さく額なしといえども真理を求め法を求める点に至っては決して人に引けを取るものではないかの上亭菩薩が自己の心身を犠牲にしながらもまだ法のために 摂という国史の悲しみを日々に新たにしかつ自分の心を呼び覚ましまたかの全在同時が百十条を遊歴して53人,53人の全知識に文法摂取という歴上の端を思い起こしてはますます愚報の志を圧し切実に法を求めつつあるものである。 大法の教会を探って陶酔の交換に注がんと思うついにすなわち名を公開に捨てて神仙を弔い探る広大にして有神なる仏教の教会を訪ね探り伝えて法右に勝せる日本国を潤さんと欲してついに意を決して愚法のために神明を投げ打ち万里の波刀を蹴って 大のの国へ新聞を求めに来たものである「今現に長安城の内において移しうるところの教論書等すべて三百余軸および大肥大蔵金剛回答の大曼荼羅の尊用力を尽くし宝を尽くして求め大手図がせりしかれども人は列に今日は披露して未だ一合をも抜かず」。 月きて人を雇うこと当たわず職心を忘れて諸者にロース実者帰りがとうしてたちまちに発揮に迫れり真の憂い誰に向こう手か糞を解かん各内外の経典を尋ね求めて今現に大東の都長安城内において移し得たところの教論書などは およそ300余漢およびその他に大肥大増金剛解等の大曼荼羅の尊用などであったそれらのものを移し写得、えー、するについては自分の全力を尽くし全財産を捧げてしかも諸書に求めおってやっと図がし書者しえたもので 全く自分の全成魂を打ち込んで成し得たものである各全力を注いで社徳に努めたものであったけれどもしかし何分にも自分の器量は劣弱でありそれにもかかわらず教えは全く高たでそれはあたかも牛尾のごとく牛尾のそれのごとくに無料無数である従って自分が写し得たところのものは 未だ九牛のうちの一毛にも及ばざる次第であるしかるに自分の私財はすでに尽き果てて諸者の人を雇うこともあたわずよって自分一人で寝食を忘れて先進諸者に勤めている次第であるされど日輪は移りゆき 次第次第に日数を経てたちまちに日本国へ帰国すべき出発の期日も間近に迫り他方社徳すべき経典無料無数それを思えば心に憂い満ち満ちて耐え難くこの耐え難き幽門を誰に向かってか訴えて解決していただこうや空海たまたま今学に登って未だ懐に満ちることを得ず 「天に仰いでとれすれども我を知るに人なし道通して道通をして来たることかたしいずれの功にかさらに来たらんああ何の計りごとかあらん」「空海愚法のためにたまたま大東に来たのであったが貴重の日の迫れる今日にありながらも未だ九牛の一網にも及ばざるわずかの経典しか 徳しえざることはあたかもそれはかの微玉の大きい混山に上りながらもいまだ微玉を懐に満たし得ないで帰るに等しき無能ぶりにほかならぬ。それを思い思えば勇紋の情王ひしを激しく沸き起こり天を仰いで悲球し身はほふられ胸は逆かるるほどに悲しい。しかし己がこの悲しき心中を知ってくれるものとではない。 大東と日本とははるかに隔たり再びこの地に来たることは到底できない。しからば今後いずれの世にか再び来ることができようか。ああ一体いかにせばこの広大なる経典を社徳して日本国に年来することができようか。それ長白の一日にせん戦利することは毛風の力なり。 額ののて満ちて帰るは、対応の助けなり。かの大船舶が重き荷物を満載してしかも一日に千里の陶器に後悔し得ることはなかなか困難なことであるけれどもしかし猛風の援護を待つればえつれば何の苦もなく成し得るのであるそのごとくにかの現状が入軸に際しては空虚の心を抱いてゆきながら しかも案外に早く大乗の非号を極めて心に真理を満ち満たして帰ることのできえたというはひとえにこれ交渉国を聞く文体の並々ならぬ厚き援護があったからである。実月に望んでスイカを得方法について天外に至る。 愛たつくるの功絶えなるかなかように援護を得れば物事は速やかに成就することができるのであるがさらにその点を深く考えればかの用水をもって日光を送れば火を得宝書をもって月光を送れば水を得ることができまた文房のごときものも 方法に付着すれば天外にまでも至ることができるのである各官能僧女のよろしきを得れば全くその功は素晴らしきものであることがよくうなずけるのである伏しておもん見れば中将大都督折下天水器を許して学徳訂正せり勝はかつは理 道をすべ、釈をすべたり。「さて伏しておもみるに中条大徳たる飢餓は生まれつきすでに生のごとき純徳を受けそれはあたかもまた産がより生気を受けて抜きんでて火でし者として生まれられたものであるそして儒教の道に達し離道をよくわきまえて公平無私よく国家にご奉公しまた 他面においては道教を十分に喪失していると同時に仏教においても十分に喪失していられる高徳の死であらせられる。半バを短圧して金のごとくに肥えし玉のごとくに振るう。返しを合わせ飲んで継承・惚れなり。中上閣下の文章に優れていることは。 他の藩古芝線よりもはるかに優れその麗しきことはあたかも金のなり玉の玉の振るうがごとくであるまた閣下の特攻の優れていることはあたかもかの肛門下の眼界や思考を合わせのみしほどであり全く閣下の人,が人格は継承のごとくに孔明であり古廉のごとくに好奇であらせられる。 帝徳を選んで人の父母となす賞金このごとくに見てランチ下り慣れたりように優れたる高徳のシーナルがゆえに神聖天使におかせられても多くの進化のうちより特に飢餓を選出して節度師の職に就かせたもうたのである飢餓一度役につくや離道の精神にのっとり節操の正しきこと あたかも賞金のごとくでありよく法を守り公平無視にして万民をよく等しくその特価を小村るにいたりついにはその特価金中にまで及びしを持って乱や雉が庭に慣れきたるほどである表層徳をとどめて五個少々たり 中条閣下の精神の連結にして誉れ高きことはかの持病が認中に生まれしの子牛を認知に残し去りてその連結なる名声一世に高きに非すべくまたかの連藩が夜作を禁ぜし 悪洗礼を打破して人民を救いために人民は非常に浮遊となることができその名声芍薬として輝けるが中将の人民武育の誉れもそれに比すべきほどに一斉に高きものである動く時は影を踏み風を追う者陵の,のごとくに踊り星のごとくに散ずとどまる時は金内をあげ 鉄を縄にする者雲のごとくに巡り霧のごとくに追う外に向かって出動するに際しては部下大いに従い陸属として続きその歩みゆく様は風をも追い風をも追い追うほどに迅速敏昇でありまたその勢いあることはあたかも龍が踊り上がれるほどであり その部下の大きいことはあたかも空の星が散在せるほどである。またその城内にありては重き家内を持ち上げるほどの大力のものや鉄を縄になうほどの豪傑が霧のごとくに雲のごとくに大勢集まっているのである。今を見れば北進の阿古をたり古になぞろうれば。 いにになぞらうれば「南王の水教たり」「かように民を武育し特化をあまねく宗民に及ぼし宗民より自負のごとくに慕われている中上閣下なればこれを現在から言えば北進たる天守をよく補佐するところの最小に匹敵するものでありこれをいにに準じて言えばかの南越東王王が よく官艇を助けて天下を統一して天下をして無事太平ならしめ上神聖天使をして衣を垂れ手をこまぬき無為にして天がよく治まるに至らしめたのに匹敵するのである <laughs> いつべし観音の一心腐食の死へなりとかように優れた良心の再官なるがゆえにまさに井上し、すなわち 中上閣下はあたかもかの観音菩薩の三十三化身の中の再関心の化身でありあるいはまた仏が世間の人の絵表にして忍天を利悪し安楽ならしむる死への人なりと委ねられたというかの死への人に中条閣下は当たるとも思われるほどに慈悲深き愚然の主にして愚然の主にして 全く高徳の死であらせられる。法の流速、ただ都道にかかれり、法のよく流布するもまた閉塞して、うん、婚、婚同、対するも、ただ帰化の、濁避の一元にかかっているのである。 不して願わくはかの異名を顧みてこの炎症をあわれみ三教のうち「教律論書伝記」「内視私父、悲鳴」「僕意」「五名書生」の教の「もって門を開きものを救うべき底牧遠方に流伝せしめよ」そこで伏して願うことはかの仏の異名をたる 正午世間怜敏の尊意を顧みられて私が舗報のために神明を投げ打ち万里の波頭を蹴ってこの大東に来たりしその心情を憐れみたもうて産業の中の共立論書電気類やないしまた私婦悲 牧痢に関するものさらにまた五名に含まれたところのもので愚埋を啓発し一切主張を再度しバック与落すべきところのものならばいかなる書物にいても多少にかかわらず遠隔の地すなわち日本国に流添せしめんことこれすなわち胎児の経営するところ精進の思わざるところなり たまたま活うをとげば「墓石衛星気骨に苦労し三階の廃卓」「万行に身を子にせん」「かように一切主生のバック与落するところの書を我が日本に流転せしめたもうことそれは自利利他の大業を志,志すところの菩薩の人のよく経営するところであって」 愚埋の意とせざるところであるそこでもし万が一にも自分のこの活合せる玩具を菩薩に等しき帰下が許容し保ってくれるならば妨害の行人に存ずる次第である帰下のその絶大なる功績と栄誉は我が肌に刻みつけ骨に散りばめて常しないに忘れざるように。 自ら戒め感激感謝しその山のごとく高く海のごとく深き広大なる音徳に対しては永久に身を粉にし骨を肺にして忠誠せん一つには石火の主福何事かこれに過ぎん二つには名法の教事たちまちにみんな身を悟らんもし 我が願をを入れて法を露伝せしたまわば、第一には旗下の多くの善後善後功毒のうちいかなるものといえどもこれに過ぎたるはなく全く無常の称号である。第二には我が日本における無知・猛媒の者も,も直ちに一心の本源たる本学の仏性を悟るに至りその功毒や全く広大・無変にして 奇化の前後、これに敷くものはないであろう。今、割烹の志願に耐えず、あえて単管を尽くす。かろがろ衆、威厳の怪我して、流感、僭越す。慎んで方形、異分す。不戦、慎んで申す。言、言は、元年。元な元年。 四月日、四月日、日本国愚法の社門、空海申す。今、割烹、志願の情に耐えず、あえて胆性を尽くし、精神、誠意を悲劇して願い立てつる所意である。願い立てつるゆえんである。しかしながら、かえって、 軽々しく威厳を汚したて祭りしことを思えば流感、僭越する次第である「慎んで法、OK、径異分す。不戦慎んで申す」「元な元年四月の日日本の国愚法の社門、空海申す」「四十一本国の使いに与えて共に帰らんとこう計一種」 本国より来たれる剣刀使高階の真人に与えて共に日本国に帰らんと乞うところの慶文一種ルジュー学問の宋空海申す空海紀祖祭に飛ぼ衆宋五公を射す誤って旧八と左側衆して海を渡って来たれり 大東に留学滞在しているところの学問葬空海,申し立てる空海その器量は最地に乏しくまたその総理はかの王法は読書に際して一度に五行を並べ読み下せしというけれども自分は到底その総名にははるか及ばざる愚昧のものであるしかるにもかかわらず誤って愚法という大行をみだりに企てて 万里の大会を渡って大東に来たものである総理をつけて焼酎を降るに幸いに中天軸国の半若山蔵および内部,部経過大刃砂利に相立てまつって尻尾拙速してかの甘露を具ぐ明徳を尋ね求めんがために 隔離を履いて長安城中を歩き回りしに幸いにも中天軸国ナーランダ寺の学僧たりし般若三蔵および内宮部,部経過ダイヤジェリに相立て祀ることができ尻尾接続して弟子としての礼を取り親しく仏教の至極たる甘露の訪問を授かり得たのである。 ついにすなわち、大悲大蔵、金剛、界、大部の大曼荼羅に行って、五部湯河の勘定の方に目す。三を忘れて特に受けり、加備して大悲大蔵、金剛、長等を書き写す。すでに指難をこむってこの文義を期す。かねて大蔵、大曼荼一夫、金剛、界、食え、大曼荼羅一夫を図し、並びに七福上五尺、 並びに新翻訳の今日200件を移し戦争を終えなんとすかくて経過あじゃりの門に入りついにすなわち一切の訪問の根本たる大碑泰造金剛会の大曼荼羅の勘定道場に行って今大領部の秘密感情の訪問を授かり得たのである それよりさらにある時は神職を忘れて先進に読書にふけりある時は睡眠を惜しんで落ち着いて寝るいとまとてなく加備しながら大肥泰蔵混合長等の領部の泰教等の書者に努力精進したのであるまたためにおいて難解なる文義や 句伝句決はすでに教授を被って記しまたかねては大蔵大曼荼羅一歩金剛会久え大曼荼羅一歩を図し両会とも幅七福一条五尺並びに新たに翻訳せられたる経典二百巻を写しへ、今まさにそれらのものことごとくあるいは全集しあるいは表層せられ終わろうとしているのである。 この法はすなわち仏の真国の地になり憤を払い幸いを招くの間に盆を免れ生にいるの虚形なり各今私が伝えたところの密法は仏教のうちでも特に優れた凶暴であってそれは仏教の真髄でありしかも鎮護国家を本詞とするところの要尊の凶暴である これを一個人について言うならば災難悪鬼を払い除いて福祉を招かしむることあたかも尿意宝珠が全てのものの赤を離れしめ諸遇を満足せしむるに等しきものでそれは盆を脱離して生にいる近道すなわち側室豚上の訪問なのである。 ここのゆえに十年のにに年れを運に兼ね、三密の印これを一子に貫くこの名所を兼ねてこれを天命に達せん密教の凶暴は凡より将にいるところの側室豚状の妙法なるがゆえに日当の最初私は二十年を期していたのである。 あったけれどもその妙法の利益により20年の功をわずか1年にして兼ね備えることができ得たのである。ともあれその密法の根本たる三密の陰影を我が一心によく貫徹し体得しているのである。そして国にとりては沈黙の秘宝であり個人にとりては脱本日清の肝心の密法にしてあたかも魔に マニシュにも等しきこの法を全く顕微しこれを聖天使の勅命に周到したてまつらんとするのであるたとえ久州多京に書くたりとも首を高賀に悲観もしやたとえ久しくこの大東の国にとどまっているとしても すでに自分の望みを果たせし今日何の益もなくただいたずらに本庁の指針のきたれるを東の方に望んで首を長くして待つだけのことであろう。はっくすぎやすく後発いかんがせん今老眼に耐えず包茎不戦慎んで申す願望を果たせにし 願望を果たせしにもかかわらずいたずらに大東にとどまっていても無益のことでありことに行因というものは好きゆくハックのそれのごとくにたちまちに過ぎ去るものでありぐずぐずしている間に私も後発の老人となってしまうであろう人間後発の老人となれば果たして何が成し得ようや なす能力はなくなくってしまうそれを思えば一日も早く長期して国家社会のために貢献千の念に駆られていたたまらずあえて老眼をも顧みずお願いいたす次第である包茎不戦慎んでケース。四十二「清涼の過唱に」。 脳のけさを剣ずる上一種。大東昇龍寺の経過箇所に、脳下さを剣んじ立てまつる上一種。弟子空海、慶主和南す弟子空海、うやうや四空、慶主し来、来拝し立てまつる。空海、荘園は懐下、時はこれ仏語なり。 常に嘆く楽は「名無奮運」として「縁日身がたきことを「弟子空海はその正国は大東をはるか隔てし大海の東でありまた自分が出世せし、この時代は既に仏の滅後の無仏の世であり誰に頼り誰に教えをわんすべもなく常に奮運たる名 冥雲にも迷いの霧にも等しき盛んなる愚痴煩悩に迷わされ絵にちたる大覚世尊を証券し当たわずして嘆いているものであるついにすなわち影を壮麗に逃れて飾りを資林に落とす箱に包み打ちて津を問い藁靴を踏んでいかだをたずぬ そこで私はついに僧麗たる牧野さんに赴き権蔵大徳に従って出家しそれよりますます仏学を研鑽しあるいは藁靴を履いて諸々に訪問を尋ね求めし者であった。すこぶる気候を上げて是非を争い不能を惜しんで持って自分を守ることは往々に多うことあり。 往々にああることかように訪問を陣具し,して諸書を巡りしに大いに諸大城の赤学学章ホークをな鳴らして論戦を張り是非特質を争う者はすこぶる多くまた不能を堅持して解を守り次回堅固の構想も往々に見受けられるのであるが しかしそれらは皆剣業であって三大無宗向成仏を基調とする教理ばかりである。三密を一方に朗らか感じ十字を一生に極むるがごときに至っては虚しく影響を聞いて未だその人を見ず。 俗質豚情の優れたる三密の訪問の損しているということはかねて伝え聞き憧れていたかように調合成仏を基調とする建業は盛んであったけれども三秘密将軍を我らの一心に朗らかにし明らかに承知しかの自由時の会意を この一生涯のうちに極め尽くして物価を聖徳すという側室トンゴの真言凶暴のごときに至っては今まではただ虚なしくその麗しき評判を聞くのみであって未だその法を伝うる妙子に合わざる次第であった「伏してお紋見れば箇所を三名窓感じて万行垂れり応線加藤して人ともに見る」。 衆と抱いて京屋にかけ虚術をはらんでメイクにのぞめり伏しておもん見るに経過箇所は三名六通の仏致を円満愚足しておられまた六度万行をことごとく愚足しもってその秘密の訪問をご自分の身にしっかりと体得したもうたお方であるかるがゆえに人々は箇所を 死として専業し尊崇しているありさまであるそしてさらに華匠の家事の桁の方面から言うならば賀匠はかの終月の秋の月のごとき本学の地帯を体得したもうて無名の情夜に迷える人々を照らし導きまたかの旭日のごとき至極 私学の知恵を体得したもうて煩悩の書道に惑わされ一心の本源に帰宅するに迷っている人々のために世に現れもたもうた愚然の菩薩であらせられる一つべし三人の一心三仏の先物の一仏なりかようなわけであるから計画箇書は方法王,王,王の三人のうちでの い一物心であらせられまた元号の線物の中の一物であらせられると言うべきであろう空海幸いに清掃に交わって甘露に目することを得たり比企文にあらず身を粉にしても何ぞ答えん空海幸いにしてこの放物にも比すべき経過大 大和城の門下に入り、その弟子に交わることを得、あたかも箇所よりえ、しかも箇所より甘露の密法を注ぎこむることを得たことは、感謝感激に耐えざるところである。帰り見るにかかる尊き密法のありしことを、今まで知らざるしことを思えば悲しき極みでありまた、 今ここにこの密法を授かり得たことを思えば、気悦至極に存ずる次第である。しかし自分はかかる尊き密法を授け得るほどの鈍気にあらざるに、しかも授かり得たことを思えば、そのご恩徳に対しては、粉骨再身、渾身の努力,と努力を尽くしても、まだ報いたらざるほどである。 光沢に鳳然と欲するに一つの珍気なしただそのおのけさ雑報の酒うのみありもって丹精を表す伏して願わくは量を垂れたまえ日本国学法の弟子美酒空海慶主、和南格のごとき大音卓に対して王社し奉らんと欲するのであるけれども 珍奇なものとては何一つないのであるがただつまらぬ能下さと雑報の香炉とがあるよりて今それを定常しもっていささかながら我が丹性を標んとする次第である伏して願う楽は我が心中を洞察し B を汲み取って良能を荒らせたまえ日本国学法の弟子シャモン空海慶朱 和南立四十三吉学商本国の使いに後うるがための経一種日東留学立橘の早なり貴重船と欲してその許しを縁んがために小本国大使に呈するの経文一種。 ルジューの学章一世申す一世騎士の名のを申して聖金の知り得に預かれり日東流学省立花の早成申し上げ早成幸いにもご恩徳をこうむりて何の春祭招致も申して日東流学省の末席に連なり得たことは無常の感激に耐えざるところである。 リーすべからく天文地理雪の光にそらんじ金星玉神塩素にまだらかんず各日東流学省と成りながら成りたる上から言うならば十老の慶書は優に及ばず天文地理の書物に至るまでかの孫公が雪の光を頼りに先進見学せしほどに奮闘努力持って暗記してしまうべきでありそして 金星玉神のごとき麗しく立派な文章を紛筆を持って祖剣の上に次から次へと書き表すべきはずのものであるしかれども今三線両教の舌を隔てて未だ海林に遊ぶにいとまあらずしばらくなろうところを訪ねかねて金書を学ぶ。 実月人選として市政全て尽きぬかような理想を持って日東留学したのであったけれどもしかれども今来島してみれば大東と日本との間には大会あり対戦あり戦夜ありて 遠く数千里を隔てているがために両国の語は相通ぜず従って語を習うために相当の年月を要しために学校に直ちに入学することもできざるありさまであった故にしばらく今まで自分が習っていたところのものをさらに尋ね研究しておりまたかねては金賞も学んでいたのであったがそうこうしているうちに だんだんと歳月も流れすぎ滞在して見学すべき費用もすべて使い果たしてしまったのであるこの国のもうところの医療わずかに持って命を継ぐ即週特書のように足らず当の国の政府より学費を給与してくれているのであるけれどもその給費は ごく金賞にしてやっと命をつなぐ程度の生活費に過ぎないしたがって死に対する謝礼あるいは書物を求むるなどの費用は足らざるありさまであるたとえぱら美生が信を守るとも兄20年の気を待たんニ たといもっぱらかの美性公が夫人と約束しその約束を履行せんとしかえってそのために溺れ死せしというが我も今そのごとくに約束の留学期間たる20年を守り在等いたすとしてもそれは美性続かざるがためにもといそれは死政続かざるがために20年を待たずして飢え死にすることであろう。 ただ老命を谷に転ずるのみにあらずまことにすなわち国家のいつの絆りもし自分が生活費もなくして在等し飢え死にせんか自分のごとく知識も才能もなくあたかも桁のごとき者が死せばただ深刻に転入して捨て去られるのみであるが しかし多面から言うならば、ただそれだけでは済まない。他国において、変死し、死体を天下にさらすことは、まことにこれ国家の一知軸なりと言わねばならぬ。今、諸学のものを見るに、大東にあらずといえども、すこぶる天を動かし、真を感じるのをあり。さて、翻って、 今日自分が唐において学び得たところの近所について考えてみるのにそれはかの儒教の帯同に傾倒するものではないけれどもしかしながら音楽というものもその道窟に達すれば音楽によりて天地を振動せしめ基人を感動せしむるほどの大きな働きがあるのである。春亭武士てもって視界を休んじ 玄縁打って一国を治むかの威風を恋犬うて探検うおわんぬかの春帝が五源の金を断じて南風の訓の死をつく歌ってもってよく民の恨みを解き天下を安泰にならしめたということまたかの講子の弟子の子勇が武将の優の妻となり 霊学をもって民を挙動しよく一国を治め得たということを聞いて今自分もそれらの麗しき威風を慕って先進近所にふけり研究しもってその功を成就することができたのである一芸これ立つ五者投資型しこの勝利を抱いてこれを天に創せんと思う。 古のことわざに一芸に秀し者は必ず登用せられて身を立つことができるがたとえ学問し御者に載せきれぬほどたくさんに書を表してみてもその奥義に通行していなかったならば何の役にも立たぬものであるということを聞き及んでいるが全くその通りである。ともあれ自分は今 ことの奥義を極めたるをもってことを学びしことを聖天使に創上したて祭りまた実際にことを聖天使の御前において断然と思うのである今将願に絶えず法敬鎮静す不戦慎んで申うす今我我が小さき願望に絶えずして 「宝剣陳情したてつる不戦慎んで申す」「始終し、当太子墨会の王子にあとうるがための書一首」「遣唐太子藤原の納、高麗国の大使に与えんがために依頼されし書面一首」 渤海と日本と地南北に分かれ人天地を隔てたり高麗国と日本国とはその土地は南と北とに分かれまたその間に大海が横たわりて両国の人々を遠く隔てしめているのであるしかれども隣をよみんじ義を結び相立っとんで踏平す王庫近来この道兄山に,にゃ 作用に遠く隔たっているとはいえ互いに隣国の良しみを持って義を結んで固く守り互いに尊び合ってあるいは書を送りあるいは神物を送り合い定義を尽くして交際しているのであるこのことは多くより今日に至るまで一貫した神前の道である従ってどうしてややめることができようかできやしない可能片付けの兆候について 偶然として放悦す。気せずしてえす。常の帰悦にあらず。中春ようやく暖かなり。中春ようやく暖かなり。伏しておもん見れば同志満腹ならん。すなわちここに可能をしてすでに干渉をこうむって。竜解再び昇ることを得ず。 中長終戦して誰か腹渡を断つに耐えんや可能片付けなくも我が日本の検討大将拝命して貢ぎをもって長安の都に来たりたるに偶然にも喜大使に放越することを得全く予期せずして突然に会見し得たことは通常の喜びではない全く無常の感激である。 陳謝自家中春の功次第次第に暖かとなりつつある。この時にあたり伏して思えば、思う見れば、紀大使に置かせられては、ますますご安泰に万福に、渡らせたもうこと、拝殺仕下手祭り、めでたき極みである。さてここに可能に護衛の役人を当の朝廷より送らる。 自分はそれを辞退し退けんとをしたのであったけれども強いてこの護衛を被りその護衛の役人が自分が紀伊大使に再び拝謁せんと企てしを引き止め妨げしたために再開して我が意思をの述べることもできなくなってしまった再び会うことができずと思えば心中は実に長中中朝として 悲哀に満ち終戦として腹たをちぎられる思いで誰でもかかる場面に邦遇したならば団長の思いをせぬものはないであろう誠に悲しき極みである今日別れを取る後悔五が型し今古蓮の心に耐えず慎んで情を奉る不戦慎んで申す 今日、喜大使とお別れいたしたならば、根性において再び会うことはもう絶対に期しがたい。これが永遠のお別れかと思えば、喜大使が親わしく思われ、その思う心に耐えずして、謹んで情を立てつりたる次第である。不戦、謹んで申し立てつる。以上、返上発揮、精霊集、寛第五、終わる。